連合軍は現状を打破するため策を立てた。連合軍本体は腕輪が見つかったふりをして神の軍勢を陽動。その間別動隊が本当の腕輪の在りかに急行する。さらに第三の部隊が手薄となった神の本拠に潜入。蜀の竜禅を救い出し腕輪の力を持つ趙雲を仲間とする。この策により連合軍は神と対等の力を持とうとした。直江兼次、奥見、芝生らは腕輪の捜索に向かう。彼らは本体と分かれ密かに進軍。腕輪が祀られているとされる場所に到着した。戦場に敵の気配あり。妙じゃな。偵察からの報告では神々の軍は雪村たちの方へ行ったはず。しかしまずいの。先行させた芝生たちは気づかず囲まれちゃってるかもしれんね。はい、私たちも急いで進まなければ。師匠殿、無事でいて。これは式。探し物はここにある。これが一体何を招くものか、本当に理解しているのかな。無駄話はいい。俺たちの役目は奴らの排除、それだけだ。カジュ、お前な。始めるぞ。無駄な期待を抱かぬよう初めに言っておく。こちらにとってケイラは排除すべき火種でしかない。そう、腕輪が欲しければ命がけで向かってくることだ。芝生たちに囲まれちゃってるよ。急いで助けるとしようかね。敵は周到に準備を進めていたみたい。師匠殿の元へは簡単に行かせてくれなそう。あっぱれなものの不要の。敵を操る見事な術や。まさかあなたも。かの有名な陰陽師、阿部の青年公。おや、この私を知っているか。いかに私が青年。おお、直にお目にかかれるとは、なんたる漁港。にもかかわらず敵として戦わねばならぬとは。時は稼いだ青年。もう受かる。ああ、助かったよ。我が術による結界は完成した。何？道が塞がれちまってる。さて、あなたたちの力試させてもらう。なんと鮮やかな術。さすがは生命光よ。北と南、どちらの道から合流すべきかしら。北には大軍、一方南は守りが薄そうだけど。おそらく伏兵がいるね。それじゃあ敵が攻めてほしくない北の道へ行こう。いざ宿敵の策に乗り逃走。ならわしらは剣心の後を追い逃走じゃね。敵を蹂躙せん。さすが剣心、神速の攻めじゃね。これぞ早きこと風のごとく。伏兵を見抜いた。もはや伏せる意味もない。
信玄を追撃しろ。伏兵を追撃隊に変えるとは臨機応変の策、実に見事じゃが、わしは止められんよ。元気殿、ちょっと手を貸してくれるかね。なるほど、では失礼します。さて、後ろの敵はさておき、わしらは前の敵に集中するかね。ちったやるみてえだな。いやあ、敵さんにも男前がぎょうさん。今度は猫に出てみましょかいな。信玄、覚悟。残念ね、覚悟するのはあなたたちの方。何、敵の伏兵だ。元気だろ、かっこよすぎだろ。見事に伏兵を成功させたね。静かなること林のごとく、うまくいったようです。動揺する敵を撃ちましょう。見事だ宿敵、その闘争に応えん。おお、剣心燃えておる。侵略すること火のごとくじゃね。式並みでは抑えきれぬか。今度は俺が加勢せねば。責任は果たす基本だけど、すごいこと。ヘッ、やるみてえだな。また敵さん増えてもうて。いいけど、シッとした男前ね。いやだな、おくみさん、天下一の男前がほら、ここにいますぜ。男前な上に強いやなんて、うち本気で惚れてまいません。何を言っているのだ、よんな、触るだ。フフフフ、頑張るね。士気が随分減ってきたようだ。少し復活させておこうか。信玄殿と剣心殿は敵同士だったはず。でもだからこそ分かり合えることもあるよね。ここは私が止めてみせよう。宿敵との闘争は愉悦、最高の美酒なり。嬉しいこと言ってくれるね。わしもおこととの戦楽しんだるよ。通りたきゃ俺を倒していけ。嘘だ、俺が負けるなんて。ちょいと痛い目に遭ってもらうよ。抜かずに済むと思ったんだが、朽ちまった分は仕方ない。軍師たるもの、あらゆる可能性を考慮するもの、ここは通さぬ。ほう、真っ黒軍師もやるもんじゃねえ。さて、剣心のもとへ急ぐとしよう。こっちにも伏兵がいるじゃねえか。逃げた方がいいんじゃ。剣心、わしらが行くまで動いちゃダメだよ。のかざること山のごとしで耐えてね。敵が迫っているか、胸の上を助けなければ。ヘッ、下やるみてえだな。十分戦った気がついたすげえよ。
源の九郎義経、これにあり。私の兵法、風林火山か。悪くない。敵にもできる奴がいるものだ。信玄殿、遅いですよ。危うくやられるところでした。ほう、その割にはまだまだ元気そうじゃね。相変わらずね、師匠殿。こんなに急ぐ必要もなかったかしら。ご無事で何よりです。亀津、これよりは共に逃走を楽しまん。こちらの策を突破してくると。我らにて無双の分を示さな。だが私の指揮はまだ戦い足りないようだ。最後まで相手をしてくれるかな。もう十分だ。開門する。いかにも面倒くさいことが待ってそうだな。腕輪のためだ。行くしかないよな。さあ、腕輪はこの先だ。俺を倒さなければ手に入らないぞ。カージュ、お前って敵に回すと本当に厄介だよね。スターやるみてえだな。奥美さんについてきて大正解。あの男からお宝の匂いがプンプンするぜ。その調子、その調子。勝手な真似はさせん。カージュ、ちょっとは手加減してほしいもんだぜ。ていうか、まずこの状況を楽しんでないかな。そうね、私も師匠殿の敵だったら思う存分お仕置きができたのに。おいおい、元気が味方で本当に良かったぜ。こうよ、出会ったことを後悔すると。やるな師匠、普段からそれぐらい頑張ればいいものを。待っていたよ。腕輪はここにある。私が奪ってみるか。生命功、負傷兼継、全力を持って挑ませていただきます。そんな熱い眼差しで迫られては断れないな。慎んでお相手させてもらうよ。憧れの陰陽師に相対するこの高揚感、どこかで感じたことがあるような、ないような。私も負けだ。腕輪は勝者に渡すとしよう。最後に一つ、信じるべきものを見誤らぬことだ。生命光、それは一体。消えちまった。腕輪は手に入ったし、よしとするか。お宝、あ、か
獲得。敵さんもいい男はんばっかりで、うちキュンってなってしまいました。え、妙な戦いだったよな。カジュウのやつ、なんか考えがあってやってるようだったが。少なくとも四条殿へのお仕置きが目的というわけではなさそうね。でもゼウス側についているにしては下せない。負けたからってあっさり腕輪を渡してくれちゃったもんね。まさかこの世界でかの有名な陰陽師生命光にお会いすると。もっとお話できればよかったが。すぐに再開せん。さて、腕輪も手に入れたことだし、雪村たちのところへ行こうか。うまく食い止めていればいいんじゃが。よし。たちは技法に騙されてまんまと出発。その動きから龍然さんがいるらしい場所も分かりました。助けに行くなら今ですぜ。承知。よかった、やっと助けられるんだ。ね、早く出発しよう。いいな、影の任。ただの娘には荷が重い。お主は残れ。そんなの絶対嫌だし、私だって君作のためにが旦那いいんじゃない。ならばありがとう。私無双の部、ここに極まれり。
直江兼嗣らは見事腕輪を手に入れた。同じ頃、連合軍本隊は陽動作戦を開始。見当違いな方向に進軍し、神の軍勢を引きつけた。服部半蔵と久野市は密かにその様子を観察。敵勢の動きから神の本拠地を割り出す。彼らは宝山城と共に手薄なその地へ乗り込んだ。目指すは龍禅の救出。彼を救い出せば趙雲をはじめとする職匠の呪縛は解かれる。三人は静かに闘志を燃やしていた。手薄とは言ってもいつもと比べてってだけで、それなりに防備はしっかりしてるにゃん。こりゃ龍禅さんを探すのは大変ですぜ。うん、分かってる。でも絶対諦めたりしないんで。この子って案外けなげ。お姉さん応援したくなっちゃうなんちて。まあ急がないと、アレスたちを抑えてる雪村様も危険だしね。じゃちょっと探しますか。あの娘が忍べるとも思えぬが、この人困難を極めそうだな。雪村様たちが雪主力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍禅さんを見つけちまいやしょう。龍禅様は絶対助け出すんで。関作の悲しそうな顔はもう見たくないし。そんじゃ行きますか。敵に見つからないように、抜き足、差し足、忍び足。敵の気配がまるで読めない。こりゃどうも似合うぜ。敵の動き、影が探る。半蔵の旦那、お願いしやす。あっしはこのお嬢さんと城内を回るんで。うるいたぞ。ちょっと聞きたいんだけど、龍禅様の居場所知ってたりしない？何やつ、侵入者か。ギギ、なんで普通に話しかけるかな。策の練り直しだ。敵将、そこを動くなよ。それが叶う相手じゃねえか。超いい感じ。この調子でガンガン行っちゃうってことで。行かない行かない。あの、隠密行動ってわかります？拙者が迷う。味方本体は大丈夫かな。雪村様、また無茶なことしてなきゃいいけど。私も観察が心配だし、さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。簡単に言ってくれるにゃ。さっきから足引っ張ってるのはそっちなんすけど。ほらまあ、張り切ってらっしゃること。これにあり。相手が悪すぎたか。
しない？敵地に踏み入り堂々たるタイプ、こちらの油断を誘う策。うん、じゃあそういう策ってことで一つ。まさかこれほどとは。ここは引くしかあるまい。なんか落としてったみたいだけど、これって何？おしてくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。いやなんか別の人助けちった。この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。龍禅様を連れ戻せば超運殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、賞金こっちにある。ってことでどうでしょう。あなたたちの力、そして状況が分かった。一緒に龍禅様を救って。龍禅様の居場所は分かってる。でも結界があって近づけない。結界か。あ、そういやこんなの拾ったんすけど。それは結界を解くために必要な鍵。でも一つでも用をなさない、他も集めないと。聖斎様、やはり連合軍の方へ。そうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。へえ、あんた意外とやるじゃん。さすがですね。ねえ、観策観策って言ってるけど、どこがそんなにいいんだっけ？そりゃ超かっこよくて、超強くて、超優しくて、むしろいいとこしかない？それなら雪村様だって強いし優しいし、まあ足はただの忍びなんで関係ないっすけど。あなた方の覚悟よくわかりました。求めているものは義継様がお持ちのはずです。なぜそれを。でも今は信じるしかない。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者かしら。任を全うする。まるで夢のような妙な気配ね。これも何かの技なのかしら。半蔵の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。足が助け立ちしますぞ。ここは手分けした方がよくない？私たちは結界解くやつ探すんで。現れたようだな。侵入者は撃退する。残念、そういう流れだ。ここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ。あらまあ、張り切ってらっしゃること、
し退ける。勝った方に流れがある。それだけのこと。流れっていうか、結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。勝者に従う流れか。こいつ欲しければ持っていけ。どの道5つ揃わんば意味を望む。この言い方絶対全部集めてみせるし。子供だましにつまらないわねえ。誰か夢も見ないほど私を疲れさせて、そうしてくれたらいいことを教えてあげる。こら、人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだよ。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃないかって気はしてたけど。ねね忍法で気配を消してたけど、そろそろいいかな。拙者が参ろう。さてと、忍びの技の見せ所だよ。ねね忍法分身の術。忍びとしてここは負けられない。ドロン。さすがですね。あんたかなり強くない？もしかして真の三国武装ってやつ？あらまあ、張り切ってらっしゃること。様に報告せねば。ほら貴様さ、自分ばっかいい格好してんじゃねえぞ。なんかうるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。清正、正則、城に入り込んだ子を捕まえて。頑張った子はいい子いい子してあげるからね。しゃあ、絶対俺が捕まえる。待て、マサノリ、俺が行く。体の動きも鈍い。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは長江殿が持っているわ。ありがたいけど、なんか大変そうなお姉さんだね。なんか落としたけど。探してたやつじゃん。へえ、あんた意外とやるじゃん。元気が良すぎて困っちゃうよ。
一休みしないとね。どうぞごゆっくり、あっしらその隙に進ませてもらいますんで。入り込んでくるとはな。俺が買ってやる。もう敵が増えて超めんどくさいんですけど、さっさと結界を解きたいだけなのに。これでまた一歩龍禅様に近づいた。お前ら結界を解きたいのか。そういや、宗妃殿の奥側だ。何か持ってた。本当？いいこと聞いちゃったかも。そのまいろ。なんだろうこのはしご。これにやり、そう、ヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っているって聞いた。拙者が参ろう。じゃあどっちも倒すってことで。
人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っているときじゃん、どっちも倒すってことで。ソウヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃん、どっちも倒すってことで。ソウヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃん、どっちも倒すってことで。ソウヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃあどっちも倒すってことで。あらまあ、張り切ってらっしゃること。ソウヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃあどっちも倒すってことで。ソウヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。ソウヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃあどっちも倒すってことで。エハチコリニアイって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃあどっちも倒すってことで。いい感じじゃん、さすが。拙者が迷う。ここは通せません。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。こんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。ソウヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。私はネネ殿が持っている武器。じゃあどっちも倒すってことで。エハチこれにあり。ここは通せません。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。こんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。拙者が参ろう。これ以上あがいては薄いですね。失礼いたします。エハチこれにあり。なんか落としたけど。これ探してたやつじゃん。情けないですわね。誰一人侵入者を止められないだなんて。これでもみんな頑張ったんだよ。ただ相手が元気
良すぎちゃってね。さあ、俺が相手をしてやるぜ。こいつは参ったにゃ。残念でしたわね。探し物は私の手にはなくて。無双の分を示さない。まったく困った子たちだね。ここは私の負けだよ。あ、これやった、全部揃った。へえ、あんた意外とやるじゃん。私が相手で不服か。平八、これにやり。俺に勝てると思ってんのか。これぞ無双。背中を見せれば恥だが、よくに足りやる。意外とやるじゃん。おのれ、これで勝ったと思うなよ。拙者が参ろう。勝てると思ってんのか。
界が解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当によかった。私のために迷惑をかけてしまったな。趙雲たちにも苦しい思いをさせているようだ。これからは私も共に戦わせて、龍禅様をお守りするためにも。もちろん大歓迎ですぜ。そっちの実力は戦って十分分かってますし。任、無事に果たせたか。それじゃ急いで出発ってことで。みんながやられたら観作たちを取り戻せなくなっちゃうし。ああ、私が観作や趙雲たちを止めに行こう。劉光氏だ。仁の志を受け継いでいるぞ。隠された思い。俺は主。よし。腕輪は無事見つかっただろうか。それに龍禅様。落ち着くがよい官兵、我らにできることは皆を信じて待つこと、そして敵の猛攻に耐えることだ。先ほどアレスたちが動いたとの報がありました。ここもすぐに敵に取り囲まれるでしょう。腕輪を持つふりをして本陣にこもる役は私に任せてくれ。その方がアテナやアレスも信じやすいだろう。ただ偽りだと知られれば本物の腕輪や龍禅殿が危ない。なるべく敵を近づけないでもらえると助かる。はい、お任せを。ペルセウス殿の安全は必ずお守りします。あの、私も戦わせてください。銀兵殿。兄上たちや趙雲殿と戦うのは確かに嫌です。でもみんなに任せて隠れているわけにはいきません。私だって兄上たちを助けるために頑張りたい。よく言った我が娘よ。ならば共に来るがよい。その覚悟、立派なものだ。はい、軍神の娘として力いっぱい頑張ります。体得の子よ、そなたは随分と人を騙すのが得意なようだ。おや、何のことだろうか。私は凡夢ゆえよくわからぬのだが。死者を装う凡人は多くいるが、その逆とは。体得もこれには気づいておらぬか。ふう、どうしたものか。サジ殿、できればその話を皆にしないでほしい。ほう、なぜそう申すのだ。私に期待をかけてくれる者たちに妙な希望を、うん、ああ。周太殿は私と同じ苦労をしていると聞いた。主君の護衛と酒飲みの世話大変ね。それは違う。え、ごめんなさい。私
すっかり勘違いをしていたみたい。いや、主君と酒の実は同じだ。それは同一人物ということ？そうだ。そう、私よりよっぽど苦労しているのね。龍禅様がそうだったり、父上がそうだったりしたら手に負えない。だが俺が守る。私もあなたの境地に達したい。その迷いのなさ、とても羨ましいから。あなたは淡々と敵を倒す。天下無双の武、ここに極まれり。